時の声、もしかして、スカーレット、ウメルス、まさかとは思ったのですが、本当にあなたなのですね。知り合いか。彼女はウメルス、私の幼なじみよ。あなたはアレイン様ですか。アレインのことを知っているの。解放軍の噂は聞いておりましたので。まさかスカーレットも。そうよ、私も解放軍に参加しているわ。あなたは子供の頃に憧れていた騎士になれたのね。ええ、昔そんな話もしていましたね。あの頃が懐かしいわ。よく暗くなるまで遊びましたよね。あの花園、さっきその話をしていたのよ。まだ残っているの。はい、ちょうど綺麗な花がたくさん咲いています。二人で見に行きませんか。まだ残っているのね、よかった。アレインにも見せたいわ。みんなで行きましょう。綺麗だな。パレビアでは見たことのない花だ。ここで花冠や首飾りを作ってよく遊んだのよ。ウメルス、覚えてる？あなたが押し花を。動かないで。どういうつもりだ。スカーレットを引き渡してください。ウメルス。スカーレット、ここを離れよう。まさか手ぶらで帰ってくるとは。とてもじゃないが誠意ある行動とは思えんな。残念だが約束の件は保護とさせていただこう。お待ちください。スカーレット、確かに反乱軍と共にいました。挟み撃ちで奴らを倒せば彼女も捕獲できます。そのために我々も出張れというのだな。どうかお願いします。そして挽回の機会を。まあよかろう。あの娘は今後の支配に欠かせぬ。だが次はないぞ。約束の取引はそれからだ。承知しました。必ずや捕らえてみせます。行きましょう。私たちも持ち場へ。よし、行こう。どう出るべきか。行くぞ。考えるんだ。出陣いたします。ご命令を、王子様。
ちらですわね。出撃する、いつでもやれる、私に任せろ。出陣します。お役に立てるよう頑張ります。空から向かいます。誰に盾ついてるとお思いですか。この力で皆を守りましょう。お望みのままにいたし向かいます。ここは解放軍のものです。思い知らせて差し上げますわ。この程度かわいいものが、行きます。お力になります。了解です。出撃するぞ。指示を頼む。任せておけ。私の前に立つなんて向こう見ずな方。好きにはさせない。やったぞ。さてよし、ここは抑えた。俺が相手だ。よし。誰に盾ついてるとお思いですか。どうせもなかったわ。覚悟しろ。当然の結果だ。答えてみせよ。ああ、行こう。どう出るべきか。行くぞ。私が行こう。了解。敵に狙われています。容赦はしない。聞かねえぜ。俺に任しとき。これで大丈夫。やりやがったな。ついてこられるか。全力で行く。私の魔力を止めてさ。この一撃一点集中。任せろ。ついてこれぞ。今だ。やや、癒しを。私を見ておけ。さて、向かおう。出撃します。お任せください。行きます。出撃する。どうする。了解。
私の前で立つなんて。学びはつき日頃感じるよ。強くなったの。立ちふさがるなら排除する。答えてみせよ。天使の前に愚かな手加減はできん太刀でな。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。ここは危険地帯です。立ちふさがるなら排除する。少しは強くなれたでしょうか。私を見ておけ。私に任せろ。ご命令を、王子様。あちらですわ。彼より役に立ってみせますわ。仰せのままに。負けませんよ。この子にご褒美あげちゃいます。答えてみせよ。指示を頼む。ひとっ飛び。ここが目的地だな。お任せください。はい。どうしましょうか。行きます。私が行こう。任せておけ。天使を前に愚かな。容赦はしない。天は見ているのだ。必要な時に使おう。何か落ちてましたよ。気をつけて進みましょう。すぐに仕留めます。私だって役に立つんだ。一発必中。氷結悪くない。圧を高めよ。共に戦い抜くの。貫く。チキショウ。続く。逃がす。俺の槍で一突きだ。突破する。当然だな。どう出るべきか。よし。いつでもやれる。ああ、行こう。着きました。狙われている。俺の槍で一突きだ。後ろだぜ。かかった。どこね。はい。期待してるわ。使います。はい。振り直してもらう。反撃だ。お返しとせ。続く。こっからだね。貫け。獅子の力。やったね。あふれ。まあこの。もっと癒していきますよ。準備できてるぜ。任せてください。さあ来い。やったぞ。さて。抜かおう。ここだな。ここだな。狙われているな。立ちはだかるなら投げ払うまで。ほう。
包囲網からここまで押し返せるとはな。少々貴様らの力を甘く見ていたようだ。これじゃ欲しいんでしょ。はぁ、任せよ。そこだ。みんな耐えてろ。無駄よ。風に任せ。回復するわ。風を味方に。鍛錬の成果が出ましたね。どう？これからまだ力が湧いてきた。撃破しました。お力になります。向かいます。作戦をお聞かせください。進軍いたします。お望みのままにいたしますわ。考えるんだ。答えてみせよ。すぐに飛び立つ。騎兵の力が必要か。了解。さて、よし。俺は引かんぞ。さらなる。悪いね。また強くなっちまって。立て直してから行動すべきか。行きます。ここはいただきます。思い知らせて差し上げますわ。この程度？かわいいものね。考えるんだ。必ず勝つと誓う。相手になろう。僕も伸びしろあるのかな。指示を頼む。さて、向かおう。なぜ二人きりに。またあなたを襲うかもしれませんよ。事情は知っているわ。もう襲う必要はないはずよ。どうして私を信用できるのです。これ覚えてる？まさかまだ持っていたんですか？理由も言わずに遠くに行くと告げた時、私を忘れないでねって言ってあなたがくれた押し花。スカーレットが泣いていたから泣き止ませようと渡したんです。そう。でも泣き止まなくてあなたを困らせたわね。あの時は二人とも子供でした。寂しい時にこの押し花を見たらあなたがいる気がして元気が出たわ。その後たくさん仲間はできたけど、この押し花はずっと手放さなかった。あなたは私の友達よ。スカーレット。ウメルス、私たちと一緒に来ない？ですが私はあなたをセノイラに売り渡そうとした。泣かないで、ウメルス。もういいの。
待たれよ。君たちはゼノイラ軍ではないな。武装した集団を通すことはできぬ。何者か。コルニア解放軍アレインだ。我々はゼノイラの支配から世界を解放するために戦っている。我々と戦う必要はないはずだ。協力してほしい。なるほど、君たちの素性は分かった。だが思い違いがあるようだな。アルビオンはゼノイラの軍門に下った。今やここはゼノイラ領だ。そして誰も解放など望んでいない。なんだって。アレインド、戦いを望まぬと言うなら今回は見なかったことにしよう。だが次またここへ踏み入るならば容赦はしない。引かれよ。アレイン様、石膏が戻りました。町の様子ですがかなり荒れているようです。どの家も金目のものはおろか、まともな食い物すら見当たらない。相当ギリギリの生活だぜ。徹底した徴収によりかろうじて命をつなぐ程度の物資しかなく、飢えと寒さに倒れた者は死を待つのみ。民衆は解放を望んでいるようです。どういうことだ。先ほどの騎士と言い分がまるで違う。しかし嘘でごまかしているようにも見えなかったが、何か事情でもあるのでしょうか。いずれにせよ困窮する民を見捨ててはおけない。お力になります。了解です。出撃するぞ。指示を頼む。了解。よし、行こう。立ちはだかるなら投げ払うまで。強くなった。まだ強くなれるのかな。俺が相手だ。やったぞ。さあ行くか。ひとっ飛びだ。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。さてどう出るべきか。出陣します。どうしましょうか。行きます。好きにはさせない。若い子には負けないよ。考えるんだ。行くぞ。出撃する。私を見ておけ。ああ、行こう。すぐに仕留めます。覚悟はできているようだな。こちらも本気で行かせてもらうぞ。みんなを守るんだ。研ぎ澄ませ。下がるぞ。守ってみせろ。やらせ。攻勢に転じる。こっちだ。まだ終われないから。お守りください。砕けだ。砕けよ。見せてやろう我らの力。私が倒れては。守りを固めるぞ。決めます。受けなさい。沈め。安心して。そこ。はっ。
ってください。より高みをね、力が。もう悪くはないかしら。見事だ、アレイン殿。なぜ誰も解放を望んでいないなどと偽ったんだ。偽りではない。かつてゼノイラが我が国を蹂躙した時、私は徹底的に抗戦し、最後の一人となろうと戦う覚悟だった。民たちも神聖なる土地を守るため、命を賭して耐え抜くと誓ってくれた。だが籠城が半年、一年と続くと、苦しみに耐えかねた民たちは私の息子をさらい、私に降伏を強要した。まさかそんな。そしてセノイラに言われるがまま、息子を殺して差し出した。服従の証として。なんてこと。私は処刑を覚悟していたが、ゼノイラはそのまま私に統治を任せた。私の怒りと絶望を利用したのだろう。恐ろしい奴らだ。私は民が選んだ通りにした。そう、彼らが選んだのは服従。思い出した。フォドキア様、私小さい頃にあなたにお会いしたことがあるわ。ご子息とも一緒に遊んだことがある。あの時のあなたはとてもまっすぐで温かくて、物もわからぬ子供の私たちに領主のあるべき姿を熱心に語ってくださった。そうか、あなたは美しくなられた。息子のもとへ行く時が来たようだ。フォドキア殿、死ぬのはまだ早い。スカレット、捕らえた敵兵からの情報によると、各地の軍備は教皇の指示のようです。ガレリウスは教皇は死んだと言っていた。教皇は世襲制で、直系の者が就任するのが原則。教皇の世継ぎが世襲したということですか。いや、それはないはずだ。
死んだというのが嘘だったのでは。俺も一つ聞きたい。スカーレットが次の教皇なのか。どこでそれを。アルビオンに来てから様子が二人ともおかしかったからな。ちょっと声かけようと思ったら話が聞こえちまった。すまねえ。それは本当なのか。今まで黙っていてごめんなさい。私はパレビア正教教皇の一人娘です。アレインは知ってたんだな。ああ、正教にとって彼女が次の教皇だ。ではガレリウスが嘘を。ですが現に教皇の指示で各地に軍備が敷かれています。教皇のもとへ何人か潜入させて確かめよう。では私が。正教も今はゼノイラの権力下だ。危険すぎる。8年離れていた娘が帰ってきたのよ。私がこの目で父の姿を確かめたい。君が教皇を説得できれば正教との衝突も避けられる。だからまずは他の者で生死を確かめてからだ。もし教皇が死んでいたら狙いは間違いなく君だ。では教皇の生死ははっきりしないということですか。警備が固く大聖堂の中までは入れなかったとのことだ。民衆には遠目に姿を見たという者もいるが、最近の教皇は病気を理由に表に姿を現さない。いずれにせよゼノイラ側の聖教とは戦いを避けられませんな。殿下、このまま軍を進め大聖堂を目指すべきかと。アルビオンの各地から兵を集められる前にまず大聖堂を陥落させるのだな。そうです。教皇がどうであれ聖教の総本山を解放できれば各地の教会も出方は変わりましょう。スカーレット、このまま戦わせるのかよ。気遣いは無用よ。覚悟はできています。アレインもこれまで通りで大丈夫だから。君の知る聖教の者たちとも剣を交えることになる。君にとっては辛い戦いだ。アルビオンをゼノイラから解放するためです。戦えます。分かった。目的地は決まった。アルビオンの首都大聖堂ビスファインを目指す。まずはワンビー方面に共闘砲を確保する必要があります。すぐに準備を進めてくれ。承知しました。お任せを。待ってくれスカーレット。本当に大丈夫なのか。本当は少し怖いスカーレット。でも祈りだけじゃ何も変えられないもの。サナティオ様、教皇様は何と。わざわざ足を運んでいただき申し訳ありませんが、教皇様は礼拝堂にこもっておられ誰ともお会いになられません。もう数ヶ月の拝謁が叶わぬ。教皇様が人前に姿を見せず信徒たちも不安がっている。世の乱れを憂いて一心に祈りを捧げておられるのです。私も教皇様のお体が心配です。そうですな。拝謁はまたの機会にいたしましょう。
教皇様が心配だ。せめてお姿を一目でも。待たれよ、ナイジェル殿。教会の守護兵か、どうした？信徒からの報告です。ベリーバリー近辺に反乱軍が集結しています。ついにここまで来たか。天翼騎士団から部隊を派遣するそうです。バリーシャロー川を反乱軍に渡らせぬようにと。承知した。我が騎士団が教皇様の憂いを晴らそう。何なりと。私めにお任せを、お任せを。よし、行こう。さて、よし。お任せください。はい、さあ来い。もっと強く気分がいい調子ね。好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。来るがいい。動作もありませぬ。いかがいたしましょう。かしこまりました。さあ来い。やったぞ。どう出るべきか。向かおう。制圧しました。制圧した。さて、最高の式だ。今こそ生かそう。出陣いたします。ご命令を。向かいます。出撃する。騎兵の力が必要か。了解。出撃いたします。お任せください。向かいます。私めにお任せを。仰せのままに。私の前に立つなんて撃破したわ。彼より役に立ってみせますわ。あちらですわね。手加減はせぬ。傭兵と侮ったか。かかってきな。危険な戦いですね。皆を守れる騎士となろう。出陣します。お役に立てるよう目標確認。突破する。負けませんよ。この子にご褒美あげちゃいます。どうしましょうか。行きます。かかってきな。私が相手だ。万全とはいいが、お任せを。よし、行こう。どう出るべきか。よし、御旗を掲げましょうぞ。
息ぴったりでしょ。お役に立てるよう頑張ります。目標確認。どういたしましょう。行きましょう。厳しいかもな。まずいな。任せてください。敵の射程に入ったようです。来るがいい。思い知らせて差し上げます。この程度かわいいものね。お力になります。向かいます。狙いはこちらかしら。すぐに仕留めます。この子も喜んでくれてます。私に任せてください。行きます。私の前に立つなんて。撃破したわ。撤退いたします。お望みのままにいたしますわ。向かいます。出撃するぞ。指示を頼む。了解。無理はできぬな。万全とは言い難いですな。ここが目標地点ですね。目標確認。空から向かいます。無理はできぬな。言い難いですな。仰せのままに。誰に盾ついてると大思いですか。私についてきな。ここだな。考えるんだ。どう出るべきか。向かおう。彼より役に立って。あっご命令を王子様。俺の槍で一突きだ。どうする。お役に立てるよう頑張ります。次のご指示をなさって。好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。この力。私だってさらなる高みに。準備できてるぜ。了解。制圧完了だ。敵の攻撃範囲にいる。どうしましょうか。さて次は。彼より役に立ってみせますわ。向かいます。お役に立てるよ。目標確認。考えるんだ。行くぞ。いかがいたしましょう。お任せを。さて全力で応えよう。容赦しません。まだ強くなれるようだな。どこへでもひとっ飛びですよ。はい
仕留めます。この子にご褒美あげちゃいます。良いものを見つけました。私が相手、操作もありませぬ。俺が相手だ。また一歩まだす。私だって負けられないもの。私めにお任せを。腕がいいな。この力早く試したいね。着きました。ご命令を。王子様、仰せのままに。こちらは制圧いたしました。考えるんだ。よし、私が行こう。任せておけ。彼より役に立ってみせますわ。出撃します。お任せください。行きます。お望みのままにいたしますわ。出撃する。いつでもやれる。私に任せろ。来るがいい。やばいんだね、剣技。一歩ずつ前に進みましょう。さあ来い。勝利を積み重ねよう。さて向かおう。考えるんだ。よし、畳みかけます。どう出るべきか。騎士の誇りにかけて。全力で成果を出します。お任せください。騎士の誇りにかけて。かかってください。より戦いに貢献できそうだ。お任せください。了解です。さて よし、どう出るべきか。行くぞ。俺が相手だ。我が名は内獣、聖教の守護者である。この私がいる限り先へは一歩たりとも踏み入らせん。貴殿が反乱軍の指導者か。聞けばコルニアの王子らしいな。ならばその剣に問うとしよう。王の器たるものか否か。あの騎士、彼はまさか。娘よ、引き返すのか。さもなくば切らねばならん。火を逃した。それ行っておいで。お守りいたす。ここで決める。この私が膝をつくことになると。癒しの力よ。よし、もっと強くなる。若い気分がいい調子ね。やったぞ。
お前が反乱軍の指導者か。何人でも相手をしてやるぞ。来るがいい。剣を収めて、ナイジェル。スカーレット、君の知っているものか。スカーレット、まさか。小さかった私をあの島へ送り届けたのが彼です。誰にも知られぬよう従者だけ連れて。本当にスカーレット様か。だがなぜ反乱軍などに。ナイジェル、あなたが私に伝えたお父様の言葉を忘れたの？教皇様から伝えたのはあなた様のご使命だ。あの島に現れる救世主を導くことであったはず。救世主？何のことだ。まさかその男が。お父様が予見されたのはこの方。でも私が解放軍にいるのは使命だからじゃない。彼の支えになりたいから私の意志で戦っているの。では救世主が聖教に剣を向けるというのですか？聖教会と争いたいわけじゃない。だが中立を謳っていた教会も今やゼノイラの先兵だ。他の国に力を貸すのは教皇様のご意志だ。ガレリウスは教皇が死んだと言った。そんな奴め、教皇様を貶めるか。ならばあなたたちの兵がスカーレットを狙う理由は何だ？スカーレット様を狙うだと？教会の騎士ならきっと確かめられるだろう。大聖堂の中で何が起きているのかを。早く行かなければ仲間に取り囲まれるぞ。行って確かめてくれ。是が非でも教皇様に拝謁させてもらうぞ。お目通りが叶うまで一歩も引き下がらぬ。あなたの敗戦の報告なら私からお伝えいたしました。教皇様は大変悲しんでおられます。ならば一言、教皇様の御前で我が身を伏せて懺悔したい。あなたは騎士団を敗北させ謹慎の身であるのを忘れぬように。ならばせめて一つだけ教えてほしい。教皇様のご息女を探しているのは本当か？誰に何を吹き込まれたか。スカーレット様は幼い頃に聖なる使命のためその身を隠された。探すことも語ることも教皇様に禁じられている。そうであったな。ナイジェル殿、この部屋に近づくことは禁じられているはず。ご用ならばサナティオ様を通していただきたい。部屋の前を守るお前たちなら教皇様のお姿を見ているような。お元気であられたか？いや、それは見ていないのだな。やはり何かがおかしい。部屋に充満するこの刺繍は何だ？誰も入れるなと命じていたのに役に立たぬ護衛道具だな。教皇様から離れよ。なんということだ。教皇様はすでにこのような冒涜許されん。確かゼノイラのバルトロと言ったか。これはどういうことだ。お前が教皇様を殺めたのか？教皇が死んだとなれば押し入った者こそ怪しまれよう。
ゼノイラには死者を操る資料使いがいると聞いたが、お前が教皇様のご遺体を。教皇は操られた資料だと触れ回ってみるかね。いいだろう。お主はたちまち異端者だ。何を言うか。異端はお前だ。あれほどダメだと言ったのに見てしまったんだね。まさか知っていて。きっと敗戦で乱心したのでしょう。教皇が死者であるはずがない。それとも異端者ナイジェル、手にかけたのはお前か。